株式会社赤土は東京都渋谷区に本社を置く小売業者である。ブランドショップ、ラブラブなどの店舗をチェーン展開している。ファッション店での取り扱い商品は宝飾品、バッグ、時計、衣料品、化粧品など、日本国外でブランド品を直接買い付け、手頃な値段で店頭に並べている。かつては加減量販店、電気の赤土を運営していた。 ドローン販売代理店の赤土とは資本関係、その他一切関係がないので注意が必要である。1956年の創業時には10平米ほどの小型電気店であった。後に複数の家電専門店をチェーン展開する。1977年、当時の経営者がアメリカ合衆国へ視察に行き、そこで 家電専門店が大型のホームセンターなどに圧倒されている様子を目の当たりにした。翌1978年、同社は当時の年賞の約2、3に相当する巨額の投資をしてホームセンター事業に参入した。当初はノウハウに乏しいままの参入であったが、この事業は大きく成長し、さらに海洋品店、ブランドショップなどの独立した事業へと分かれていった。 家電不況などと呼ばれた1990年代にあっても同社は多角化が功を奏して生き残りと成長を果たし2000年度には東京証券取引所へ上場するに至るしかしこの年をピークとして減収に転じ651億円以上あった売上高が2008年2月期には約249億円に落ち込んだ 2004年以降既存店を相次いで閉店し、ホームセンターカー用品店といった事業から撤退するなど事業の再構築を進め、2012年には当初の本業であった家電量販店からも撤退することになった。2014年4月の消費税増税の影響で業績が急速に悪化しており、2016年3月期の決算では純資産が資本金を割り込んだ状態と、 なっている。この状態が続けば、債務超過に転落する恐れがあり、早急な業績改善が望まれる。2017年3月期の業績予想では、売上高は100億円の大台を割り込み、約97億円となる見込みである。2020年3月期、第2四半期エディネッツでは、2期連続で営業キャッシュフローのマイナスを計上したことから、継続企業の前提に、 重要な疑義を生じさせるような状況が存在すると発表された。電気の赤戸メジロ大店。ありがとうございます。